身長美容医師医学博士整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長の伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのはですね、超大人気シーズン、皆さんお待たせしました、身長先生に聞けど、これ22番目になります。パチ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 、ありがとうございます。先日ですね、このチャンネルもですね、チャンネル登録者1万人超えてきて、なおかつ私のクリニックご覧いただいた、まあ、患者さんの延べ患者数も1万人を突破しました。ありがとうございます。本当にですね、まあ、こういった世の中非常に厳しい状況の中で一つ一つですね、前進させていただいているのは皆様ですね、おかげになります。改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。ということで、今日もですね、気合入れまくりで、しっかりですね、身長先生に聞け、答えやっていきたいと思いますのでですね、身長に関する疑問がありましたら、ぜひコメントの方に記載お願いします。今回はですね、身長先生に聞けの18番目ですね、現時点で 3.6 万回再生で230個のね、コメントいただいたんですけど、その他大体10個ちょっとですね、ピックアップして答えていきたいと思います。よろしいでしょうか？はい、それではですね、早速いきたいと思います。今回ね、サムネにもありましたけども、まずこれからいきましょう。H さんですね、サプリは効果ありますか？またおすすめのサプリがあれば教えてくださいってことで、ね、身長は伸びるサプリ教えますってことで、皆さんめちゃくちゃ気になるんじゃないかなと思うんですけどね、過去にも何度かお話はさせていただいて内容になるんですけど、今日ね、改めて解説をさせてください。まず最初にですね、サプリと身長の上においてですね、ご理解いただきたいポイントはまず一つ。過去にですね、何度かお伝えしている内容かなと思うんですけども、1950年のデータによれば、20歳の男性の身長 161.5 センチになりますので、現在だいたい平均身長171センチ程度というふうに言われています。1950年から2021年ですね、まあ、この70年間を通して平均身長は大体で10センチ程度改善したような形になります。女性は1950年の時に平均身長が 150.8 センチになりますので、まあ、10センチ弱伸びたという形になります。この70年間でですね、何が大きく変わって、何がこういうふうに身長を伸ばしたのかというふうに言われればですよ、明確にですね、解析論文データで何か、ね、すごく出たということではないんですけども、栄養の改善というふうに考えても不思議ではないと思います。その中で栄養を改善すると、おそらくある程度身長は伸びるでしょうということが分かっているわけですね。ただし一方で、この10年ぐらいのスパンで見てみると身長ですね、ギュンギュン伸びているわけではなくて、むしろ横ばい、最近ちょっとね、身長落ちてるなんていうデータもあります。そういったところからですね、十分に豊かになってしまっていて、栄養が足りないなんてことないでしょうっていうような理論もありますので、両方正しいかなと思います。その中でどんなサプリを飲むと身長にとってプラスになるというふうに考えられるかというのは、検討文字でさせていただきたいと思います。で、まずは栄養を補充することがある程度身長にとってプラスであることは間違いないんですけども、その中で何を摂取すればいいか、過去に何を食べればいいか説明しましたけども、タンパク質の摂取量が多い国は身長が高い傾向にあるということは言われています。これはまあある意味当たり前なんですね。お肉や魚ですね、そういったのを満足するだけですね、食べられる国ってのはそれで裕福な国になりますので、当然そのタンパク質以外の栄養素もおそらく十分補充されているというようなことが推定されますし、まあ、1950年と現在2021年を比べてもタンパク質の摂取量というのはおそらく増えているというふうに思われますので、タンパク質がいいかどうかは言い切ることは少し難しいんですけども、タンパク質を摂取できるぐらいの環境というのは身長にとってプラスに働くということが推定されますので、タンパク質の類のものというのは一つかもしれませんね。その中で、まあ、つい最近挙げた大豆なんかはどうかなってことで、プロテインもですね、いろいろなプロテインがあって、ソイプロテインと呼ばれる大豆系のものがいいのかどうかっていうのはよく検討になっていきます。例えば女性であれば大豆を摂取すると思春期が遅らせることができるかもしれないなんていうふうに言われてるんですけども、女性ホルモンのような物質、女性ホルモン用物質ですね、イソフラボンを男の子に摂取すべきかっていうのはね、疑問点にもなってきますので、よく検討すべきだと思います。そういったところを踏まえてですね、おすすめのねサプリメントということで、ズバリお伝えさせていただきたいのは、採血をして欠乏している栄養素になります。採血すれば何でもかんでも分かるっていうものではないですし、採血上欠乏しているものを補充すれば必ず身長が伸びるということでもないんですけども、どう考えても欠乏している栄養素を補充して体に悪いとはとても思えませんので、私やはりですね、おすすめのサプリは何ですかというふうな質問を受ければ、採血上欠乏しているものでしょうと答えることになると思いますので、まずはですね、採血をしていただいて欠乏している栄養素を、ね、把握してください。採血で、分からない栄養素というのもありますので、まあ、そういった中でおすすめできるものも出てくるかなと思います。まあ、そういったのは、ね、ちょっとまあご覧いただいた上でですね、解説しながらですね、まあ、十分ご納得いただいた上で摂取していただくことが可能になる
かもしれませんけど、いかがでしょうか。で次ですね、 G さん、姿勢よく寝ることで身長伸びやすくなったりしますかってことですね。姿勢よく寝るということの表現もね、少し難しいかなと思うんですけども、もちろんね、快適な姿勢で寝ていただく方が睡眠の質は上がりますが、当然いいですし、変な姿勢で寝てしまうとね、体がまあ極端ですけどね、曲がってしまったりだとかすると良くないですね。もちろんね、姿勢よく寝ていただくということをお勧めします。はい、次ですね、 K さんかな、先生質問させてください。睡眠時間が長いと身長高くなるのはなんとなくわかるんですが、332と分割し8時間睡眠を取るのは身長伸びますか、よろしくお願いしますということなんですけども、これもね、何度か答えてますね。もう8時間まとめて取る方が当然いいと思います。理論上最初の90分間の間とか非常に多くの成長ホルモン分泌されるわけですね。そういったところをピックアップして考えてしまうと、分割して睡眠を行った方が成長ホルモンのね、ボリュームが増えるんじゃないかっていうね、発想が出てくるんですけども、そういうですね、ミクロの視点ももちろん大事なんですけども、人間ってやはりまとめて寝た方が疲れが取れるというのはほぼ間違いないと思いますので、ミクロな視点にとらわれずにしっかりとまとめて寝ていただいて、疲れを取っていただいてですね、成長ホルモンを分泌していただいて身長を伸ばすというのが適切と考えますけど、いかがでしょうか。はい、次ですね。T さん。成長ホルモンがたくさん出るツボ、足の裏は効果あると思いますか？どうでしょうね。そのツボね、ぜひ教えていただきたいってところなんですけど。はい、次ですね。K さん。4ヶ月前に整形外科で膝のレントゲンを見たときは、骨端性が空いていたんですが、この前見たときは明らかに骨端性の幅が縮まっていました。4ヶ月でそんなに早く閉じるものなのですか？自分の目ではっきりと確認したので間違いないです。もしくは病院の取り方も違ったので、ただそう見えただけでしょうか？こちらの質問でめちゃくちゃめっちゃいい質問です。本当に素晴らしい質問です。何が素晴らしいかというと、大西さんおっしゃること全部正しいです。まず最初ですね、4ヶ月で骨端線が閉じるのかどうかってところなんですけど、閉じます。具体的に言うと、4ヶ月で体全身の骨端線が全部いきなり閉じるわけじゃなくて、体の部分部分から閉じていきます。例えば手であれば指の先からこう閉じてくるんですけども、3ヶ月前にですね、こう指先のレントゲンで骨端線が閉じてなかったのが、まあ、3ヶ月、4ヶ月というね、比較的短いスパンで骨端線が閉じるなんてことはよくあります。だけどそういう風にですね、閉じる順番を把握しながら骨年齢というのを、ね、把握していくんですけども、全然あります。次ですね、ものすごくいいポイントで書いていただいてるんですけど、病院の取り方でも違うんでしょうかっていうのは、これも正しいです。普段の写真写りとかと同じだと思ってください。私もですね、まあ、ある動画を見ればすごく太ってるように見えるし、ある動画を見ればそこまで太ってなく見えることもあると思うしね、ちょっとした撮影条件で変わったりするんですね。当然レントゲンっていうのはある程度一定の条件で撮影するわけなので、当然できるだけそこをね、ブレないように設定をするものの、少しですね、見え方というのは変わったりもします。特に何が変わるかというと、骨はですね、3次元構造 3D で構成されているわけなんですけども、レントゲンはですね、それを 2D に落とし込むわけなんですね。まあこういった動画もそうですね、そこを 3D から 2D に換算するときに見え方が変わるというのも事実になりますので、そこを総合してですね、イマジネーション豊かにこう評価していくというところが正しいやり方になってくると思います。参考になりますでしょうか。はい、次 T さんですね。ビタミン A も身長のみに重要だと聞いたんですが、本当ですかってことですね。当然重要です。すべての栄養素が大事だというふうに認識していただいて大丈夫です。ビタミン A はですね、脂溶性ビタミン。脂溶性ビタミンって水に流れない、つまりおしっこに流れないので、過剰摂取すると体に害が出ますので注意してください。はい、次ですね。E さん、いつも見ています。15歳9ヶ月でも脇毛が生えていません。そしたら身長はまだ伸びるのでしょうかってことで、これも超いい質問ですね。前回ですね、まあ、晩熟チェックみたいなところでね、一緒にお話ししたかなと思うんですけども、脇毛のですね、超早熟の目安っていうのは13歳0ヶ月未満で脇がね、ビュンビュン生えてくる頃は、いわゆる早熟傾向が強いという表現になりますし、16歳0ヶ月以上でもですね、まだ脇が生えていない子はですね、まあ、かなり晩熟でしょうという表現になりますので、そういった意味で15歳9ヶ月は比較的晩熟というふうに推定されます。ただし脇に限らず、毛の評価って結構ねブレますので、まあ、そこはかなり難しいところになってくると思います。こちらですね、まあ、いつもの通り成長シートを、ね、使いながらちょっと説明していきましょう。ここの成長シートは概要欄の方にね貼っておきますので、 LINE の方にですね、チャンネル登録の画面を送っていただければ手に入れることができますので、ぜひねご参考ください。それではですね、このですね方のですね、何センチ伸びるかってところに一緒に検討していきたいと思います。まず最初のポイントとしては、15歳9ヶ月の平均身長なんですけども、168.8センチになります。ですので、まあ、この成長シートを使っていただくと、この真下に行くとですね、最終身長 171.0センチになりますので、そういった意味だと、15歳9ヶ月から平均的にですね、約 2.2 センチほどですね、身長が伸びるわけですので、身長はまず伸びるでしょうという表現になると思います。これに対して、やや晩熟傾向この子はあるわけですから、どれくらい伸びるかというと、ちょっと補正してみましょう。例えばですね、まあ、半年分他のお子様よりも晩熟だというふうに仮定してみますと、さらにプラス 0.
0.5 センチ程度上乗せできますので、2.7 センチ程度ね、そこから身長伸びるでしょうという表現になりますし、例えば仮にですね、1年分盤熟だというふうに推定すると、2センチ上乗せできますので、4.2 センチ程度ね、伸びるということが推定されますけど、いかがでしょうか。どれくらい盤熟なのかをね、もうちょっと正確に評価していくと、より最終身長がわかるでしょう。具体的に言うと、手のレントゲンを取ったりとかして、骨年齢や ALP ってね、骨代謝の値なんかをね、一緒に評価していくと、より一層ですね、まあ、正確に最終身長が予測できます。歯と身長は関係ありますか？骨端線が閉じてしまうと完全に伸びないんですかね？